皆さんこんばんは、ジョネトロダムスフライです。今週も人類滅亡。はい、吉田さんが滅亡しかけてるということで。そうなんです。今日もちょっとリモートで。リモートで。やんごとなき事情ですか。そうですね。ちょっとした理由で。ちょっとした理由がございまして。はい。もう今週までで大丈夫なんですか。今週まで。はい。なるほどね。今週いっぱいで。はい。そのちょっとした事情も今週いっぱいということでね。よかったなということなんですが、なんかあれがね、増えてますね、だいぶね。そうなんですよね。増えてるみたいですね。なんか、ピークアウトしたかなと思ってたんですけど、そうでもないの？そうですね。減ったかと思いきや、こう、ぐずぐずした感じで。ぐずぐずした感じで。そうなんです。やばいですね。みんな、やんごとなき事情にはね、お気をつけいただきたいなと。そうですね。思うんですが。元気ですよ。元気ですか？大丈夫ですか？はい。私はね、もう今週はね、海にちょっとすいません。土日も働いてたんでね。土日も働いてたんで、土日も海行ってたじゃないかみたいな話なんですけど、ちょっとすいません。夏なんで海に行ったりもしてたんですが。あ、いいですね。海でね、自達学会のね、後輩を、はい。接待してきましたよ、現役の後輩を。おー、すごいです。海で接待ですか？海で、ご褒美接待してきましたよ。あ、いいですね。サップやったんですけど、サップ、ほら、なんかその、落ちた時にこうやってまたがって、ほら、最上点こうやって、とか言って大声出してずっと指示してたら、ちょっと声が枯れちゃいました。すいません。ああいう事情で枯れてるんですね。そういう事情でちょっと枯れ気味です。はい、すいません。はい、あれじゃないですね。弁論部なのに、ちょっと、あれじゃないですか。弁論部なのに、ちょっと、声が、すいません。発声練習足らなくてね、枯れてるんですけど、ペロシがね、男気を見せたということでね。そうなんですよね。びっくりしました。行ったね、台湾。はい、行きましたね。そうですよね。皆さん、ペロシのね、この男気、叩いて、ぜひ、ね、いいねと。そうですよ。はい。これがプレミアム配信ですからね。こちらも、はい、お願いします。はい、よろしくお願い。ご趣旨もね、賜れば大変ありがたいなと。吉田さんはもうね、これ、やってる最中、コメント欄、常駐で対応していただきます。お待ちしてますので、はい。はい、やっていただけますので、皆さん、ぜひね、ご趣旨ね、いいねね、よろしくお願いします。お願いしたいんですけども、ペロシがね、男気ならぬね、まあ男気ですよ、ある意味ね。ペロシだけど、見てました。台湾はね、もう素晴らしい国だと。自由で開かれた社会だということでね、言ってましたけど。ねえ、すごいよね。ですね。もう絶対守るという感じに言ってましたもんね。いや、だからウクライナでもね、アメリカこれぐらいやってればね、多分ロシア攻めてこなかったかなと思うんですけど。そうですよね。ねえ、まあ本当にね。まあでも、チャイナどこまで来るかね。まあ今日チャイナネタもありますのでね。はい。そうですね。そうそうそう。まずはちょっとロシアに関連するネタからいくか。ね。はい、お願いします。まず1個目はですね、OPEC。ね。OPEC ですか、原油ですね。そう、OPEC プラスがですね、9月の原油生産量、小幅増産を決定ということでね。はい、小幅ですよ。すごいです。小幅ですよ。一応バイデンのね、要請には答えたということで、これ NHK ニュースなんですけど、サウジアラビアが主導する OPEC とロシアなどの主な産油国は、来月の原油の生産量を小幅の1日あたり10万バレル増やすことを決めましたと。アメリカのバイデン大統領が先月中東を訪問し、石油増産を働きかけたことを受けて、最低限の配慮は示した形ですが、規模は小さく、原油の需要に与える影響は限定的と見られていますと書いてあるんですけど、原油価格はなんか90ドル割れそうなのよ。下がってますね。下がってんですよ。どうしたんでしょう。どうしたんでしょうね。はい。なんかあんまりこういう、なんていうんですか、数学的なというか、算術的な、こう、なんか増やしたから足りてとかいう感じじゃないのね。はい。うん。やっぱ、心理学ですね。あ、なるほど。皆さんのですね。はい。心理学かなと。はい、まあ、あと、考えられるのが、アメリカはだいぶ、景気が減速してきたと。はい。いうこともあって、まあ、需要がね、エネルギーに対する需要が落ちるんじゃないかみたいなとか、あとチャイナがロックダウンで、まあこれこの後やりますけど、チャイナがロックダウンでグダグダでしょ。はい、そうですね。そんなも含めて、まあちょっと原油価格ね、まあ昨日見た段階ではね、91ドルとかぐらいで、もうこれ90ドル割りそうだなみたいな勢いの。すごいですね。なんですけど、でも増やしたのはね、たった10万バレルですから、あんまりこれ関係ねえよなとかいうことで、そうですね。非常に微妙な感じではあるんですけどね。はい、そうですよね。そうそう。で、これ下がればね、下がったでね、まあ、インフレ圧力はさ、だいぶ下がるんでしょ？そうですね、はい。ですよね。イミジクも黒田総裁とか、それから岩田元副総裁ね、前副総裁ね、日銀のね、言ってましたけど、まあ、その、価格ですごく上がってるのはエネルギー関連とか、まあ、そういうまあ一部のものであって、はい、で基本的にそれはエネルギー価格がピークアウトしたら下がっちゃうもんだから物価の上昇圧力が弱いっていうのは趣旨のことをですねはい、黒田さんは結構言ってたと思うんですよ。おっしゃってましたね。ね、はい、でまさにこれその通りでこれ90ドルとかまで下がってくるとね府中で軽油入れる時もだいぶ安くなるんじゃないかなみたいな感じするんです。そうですね。最近は軽油入れに行ってないかもしれないですけどちょっとこの1週間ぐらいは行ってなかったんですが、明日からちょっとぜひ軽油を入れてもらって。そうですね。ちょっとはい、先週は131円でした。あ、だいぶ下がったんでしょそれ。下がりましたね。ねでクーポンも使って126円でした。安いですよね。なるほどね。そう今までだから、150ドルとか行くって言われてる時は1バレル120ドル台とかで行ったり来たりした時期があったんですけど、だんだん下がってきて100ドルギリギリキープできるかどうかということで100ドル割れして今ちょっと90ドルにも接近してるという感じなんですよね。で私はまあ八重洲イブニングラボで、まあ、大体予言でこれぐらい下がんじゃねえかなみたいなことを言ったんですが。まあ言葉では言いません。なんでかというと山間で言っただけなんで別に大したあれじゃないので。でもね下がったら何があるかというと今ほら原油が高くてみんな困ってるわけでしょ。でも下がったらいいことあるじゃん、はい、安くなってよかったね。そうですね。ね、はい、よかったねって話でこれでまた景気良くなるのみたいなね、そんな感じなんですよ。なるはずですよねきっと。なんかね、80年代90年代ってなんかそんな感じだったので、まあ70年代からそうなんですけど70年代石油ショックあって、で石油価格がものすごい上がっちゃったんで。まあ物を作りたくてもエネルギーなくて作れないみたいな、それでまあスタグフレーションみたいなのが起こったんですよね。はい、でその後なんか結構原油価格って上がったり下がったり結構あって、ちょうどね湾岸戦争の頃かな、湾岸戦争前後ね、はい、まあソ連崩壊する前後なんですけど、あの辺でねやっぱね原油価格すごい下がってんのね。おお、そうなんですね。60ドルから確か30ドルとかいうような、なんか半値ぐらいの下がり方一回して。すごい下がりましたね。でもその後また上がったりとかいうことがあって、結構ちょっとこれね、いろいろ、なんですか、経済がこれに振り回されるみたいなところがね、あったんですよね。はい、昔ね。で、今なんかちょっとほら、経済が昔に戻りつつあるでしょ。はい。ね、古い時代にさ、ちょっと戻りつつある、ね。そうですね。うん、なんか昭和に今戻りつつあるな、みたいな。感じすごいですので、はい、まあなんかちょっとこの原油相場というのも、まあまあ勢いよくね、120ドルぐらいまでボーンといって、一回150ドルワンタッチしたのかな。だけど、まあ今実質、まあそのね、3分の1ぐらい下落してですね、まあその時の半値ぐらいまで行くかもしれない。はい、まあ相場格言的にはですね、半値8掛け2割引き。半値で2割引きですか？半値でしょ。だから150ドルだとすると半値なんで75ドル。はい。で、これの8掛け。8掛けなんで60ドルね。15ドル引いてね。60ドル。それのさらに2割引きなんで。だから、48ドルとか。すごいですね。まあ、ざっくり7割引きなんですよ。ざっくり7割引きすると、まあ、底打つっていう、まあ、相場格言がありまして。はい、これ私大セールじゃないですか。これ私ねかつてね日銀審議員を務められたね、はい、中原伸之先生にね今年ちょっとお亡くなりになってしまったんですが、はい、中原伸之先生直接習いました。おお、ジョネさんこんなね相場はね半値8掛け2割引きだからと見てる上がるよって言って「はい、あそうですか先生」っつってねご飯にそうなったりしてたんですけど、はい高橋先生言ってましたよ。半値8掛け2割引き意外と使えるぞっつって、ジョンさんこれ結構使えるからよって教えてくれました。すごい格言ですね。大事ですね。はい、150ドルピークでいってるから半値8掛け2割引きだと、はい、ほんと50ドルワンタッチとかきますねきっと。いやわかんないですよ、わかんないですけど、まあそこまでいったらさすがにそこなんでね、大底なので、はい、まあこれはだから悲観のどん底で買いに入るみたいな話ですけど、まあ男は黙って KKD みたいなね、まあ別に女でもやってるんですけど、吉田さん KKD ですからね、基本はね。KKD 好きですからね。はい。今でもちょっと今回もやろうかと。あ、今回もやる。原油で。原油で。危ないですかね、ちょっと。まあ株の KKD 成功ですよね、吉田さんちなみにね。あ、そうですね。今とても増えてます。すごい増えてるでしょ。はい。ねえ、だって今28,000円いきそうだしさ。すごいですよね。もうあの時に買っておいてよかったです。だって吉田さん26,000円割れぐらいの時に買ったんでしょ。何回も買いました。だよね。はい。すごいじゃん。いい感じになってます。すごいね。やっぱ勝負師ですね。いやいやいや。下がったら買うを繰り返せばいつか増えるかと。すごい。吉田さんペロシに匹敵する男気持ってますね。あ、本当ですか。頑張りました。すごいです。はい、ということで、まあちょっと原油相場がですね、なんか落ち着きを取り戻してきたというか、下落ね、モードになっているというところ、ちょっとね、要チェックかなと思いますね。原油も下がって、原発も動いたら、電気代も下がりそうですよね。そうなんですよ。そうすると、今までエネルギーが高くて作れないって言ってた人たちが、あ、これでいっぱい作れますね、みたいな話になりますよね。そうですよね。うん、でも、まあ、次のボトルネックがまたあってですね、はい、原料が入ってこないとか、人手が足らないとか、いろいろあるんです。はい。まあ、この辺もどう克服していくかって感じですけど、でも、いずれにしても、物が足らない、なんか経済になりつつあるでしょ。はい。大転換ですね。おお。うん。だからやっぱデフレの時の成功パターンを全部ひっくり返せばいいんですよ。はい。はい。デフレの時の成功パターンっていうのはね、持たざる経営。基本は。はい、ね、持たざる経営ですから、在庫は持たない。ね。はい。生産設備も持たない。なるほど。ね、従業員も持たない。何にも持たない。持たないですね。何にも持たない。みんなもう、その場その場で余ってるから借りてきて、作っていって、はい、はい、安いのどうぞどうみたいな、やってたんですけど、まあそれはもうダメで、もう在庫取っとかないと、もういつ次入ってくるか分かんない。そうですよね。生産設備、自分のとこで持たないと、ね、ここだっていう時に、物作れない。ね。なるほど。ね、人も、そう、人も多めに雇っとかないと、今度いつ雇えるか分かんないみたいな、まあそういう世の中になるとこれいいんじゃないむしろ。そうですね。時給も上がりますね。そうそう、時給も上がるしね。まあ最低賃金31円だけ上がりましたけど、まあそういう時代が来るかなと。思ってるんですけどね。そうですね。ただ一気には来ねえんだよな。一気に徐々にですか。徐々にしか来ないんですよ。まあその辺ですね。はい。ということで、はい、じゃあ次のネタに行きたいんですが、その前にね、ぜひ皆さんこの番組今プレミアム配信やってますよね。そうですよ。ね、吉田さん。これですね。そうですね。吉田さんお願いします。こちらお願いします。はい。ということで。はい。で次のネタなんですが、チャイナがねまたなんかちょっと不穏な動きなんです。不穏ですか。うん、ローンの不払いが広がってるっていうのは、まあね、報道等で、まあ私の YouTube なんかもよくやってるんでね、はい、皆さんもお気づきですよねと、公開情報ですっていう感じなんですけど、はい、ローンの不払いに比べて、かけてですね、はい、あれが戻ってくると。あれが戻ってきたんですか。あれが戻ってくる。あら。はい、あれです、あれ。流行り病のね、ロックダウン。はい。ね。ロックダウンがロックンロールで、はい。もうね、昨日ね、こんな情報出てたんですけど、海南島のですね、三亜市ってところなんですよね。チャイナのハワイと言われているところなんですが、ここでですね、ロックダウンが始まりまして、観光客が足止め食らってるというニュースが飛び込んできました。足止めなんですか？足止めです。このニュースによるとですね、海南島のね、まあ海南省なんですけれども、三亜市というね、まあ一番、まあ、栄えてるところです。で、そこの一部を対象にですね、ロックダウンを実施、流行り病のですね、感染者が先週20人3日だけなんですよ。20人3日あったんで、もうこれゼロ政策ですから、ロックダウンということで。20人ですか。で、それで数千人の観光客がですね、足止めを食らってると。いうことで、地元当局はですね、ハイリスクと判断された地域の住民に外出を禁止、それ以外の住民は生活必需品の購入のため、2日に1回だけ住宅の敷地外に出ることができると。いや、大変ですね。カラオケ店やバーなどの屋内施設を閉鎖、バスの運行や船、ヨットの運行も停止だそうです。20人ですよね。20人で。ひえーって感じですよね。あとね、ゼロ政策って難しいですよね。難しいんですよ。ちょっとでも出たら全部止めるって。これだから、ほら、テレ朝のさ、玉川徹さんがこういうことやれってずっと言っての。おっしゃってましたね。あれがこれです。あれがこれ。あれがこれですね。やんなくてよかったね、こんなのね。やってたら経済止まっちゃうよ、ほんと。そうですよね。でね、これに関連してね、確か先週かな ?1 週間前、ほら、このね、あれの発生源とね、アメリカからも名指しでね、アメリカのアリゾナ大学がね、この間研究出してましたよね。発生源と言われていた武漢なんですけれども、武漢もまた一部閉鎖になったと。またですか。やっぱり、ね、全然ゼロにならないじゃないですか、もう。ですよ。だ武漢閉鎖でさ、なんか結構、海外からね、チャイナすげーって一回言われたのよ。はい、最初に言われてましたよね。そうそうそう、その成功体験が忘れられないんでしょうね。はい、もう今置いてかれちゃってますよね、他の国から。ゼロはだから無理なんだよ。長期的には破綻する政策だからさ。はい。ね、無理なんですけど、まあやってまして。で、まあ三亜市でも、まあロックダウンと。まあこれ、上海とかも時間の問題なんじゃない？そうですよね。だって日本でこんな流行ってんだよ。はい。ねえ、日本みんなマスクしてさ、やってんのにさ。はい。こんな流行ってますよね。チャイナいくらゼロやったって無理だと思いますけどね。はい。うん、そうですよね。うん。でもねゼロはね堅持するそうですよ。メンツにかけてもらう。そうなんですか。このウイルスが消えることってないじゃないですか。ないですね。なのでないはずですよね。永久に戦うんじゃないですか。はい、いやそんなもう大変ですよ。そうなんですね。これねやりすぎたおかげでね、これ産経新聞のニュースなんですけど、はい、上海がですね、上海という町ね、まあチャイナの一番でかい経済規模を持ってるんですが、はい、ついにですね1位転落だそうです。え。そうなんですか。そうです。これね、産経新聞の記事なんですけど、上海経済規模で北京に抜かれという記事があります。はい、要は2ヶ月間のこのね、まあ、ロックダウンでですね、まあ、経済的にものすごい疲弊しているということで、はい、都市封鎖があったですね、3月末から5月末、はい、解除されてから2ヶ月過ぎたんですが、長期にわたってですね、まあ、ずっと1位だった上海市はですね、北京の後塵を排して今2位になってしまったと。地域の GDP ね。はい、はい、そういうことなんですよ。でこれね産経の有料記事なんで皆さんは、下の方読めないんですけど、あんまりこれ有料記事なんで言っちゃってもダメなんですけどね。ちょこっとだけ、はい、ちょこっとだけ言うと6月1日の、はい、封鎖の解除後ね、解除後も、はい、感染対策がですね、まあ、市民を縛り付けたままですと。で定期的に PCR 検査を受けることを求められて、それとは別に特定の地区では全住民を対象にした一斉検査がですね頻繁に行われているらしいんです。でそれで感染者が出たらね、さっきの3市みたいにちょっとでも出たら「はい閉鎖」ってことで、はい、一部閉鎖みたいなことをやってるそうなんですよ。厳しいですね、はい、さらに移動制限措置もね実はまだ取られているそうです。そうなんですか。そうなんですよ。でそんな中ほら BA.5 が今大流行でしょ。はい、どうすんのチャイナって感じですよね。本当ですよね。やばい。そんな全員検査なんてやったら絶対出ますよね。出るに決まってるでしょ。でそんな中ね、はい、住宅を購入した皆さんね、お金先に払っちゃったのに全然工事が進まない、はい、不安になってローンの不払いどんどん広がっているという状況です、はい、いやーどうなるんでしょう。経済が大変ですね。やばいですねこれね、まあ、考えられることはですね、はい、まあ、不良債権問題といってね、まあ、不動産の問題みたいに言われるんですけど、はい、これって最終的には金融機関に飛び火するのね。そうなんですか、うん、お金を貸してるからですかね。そうそうそう、お金を貸してて踏み倒されちゃったら終わりなわけなんですか、はい。なので、そう、チャイナもだからこの不払い運動がね、ローンの不払いが、もしものすごい勢いで、まあ加速度的に広がると言われていて、場合によってはですね、はい、今の規模の15倍ぐらいまでいく可能性があるんですよ。マジで。15倍ですか。桁が1個上がる可能性があるの。そうするとね、これ間違いなく、その、まあ不良債権問題は、まあ金融機関、金融システム問題に飛び火するだろうなと思ってまして、はい。で、意外と皆さんね、気づいてないんですけどね、チャイナのでかい銀行って4つぐらいあるんですけど、はい、ちっちゃいね、日本でいうと信用銀行とか信用組合みたいなのすっごいいっぱいあるんですよ。あ、そうなんですか。うん、でこれ全部合わせるとね、まあその金融機関持ってる総資産のね15% だかそれぐらい、はい、1割よりは多いけど2割よりは少ないぐらいの規模なんですよこれ。はい、でこの中小というか、まあ、小口ね、まあ、この間、まあ、潰れた村鎮銀行みたいなやつなんですけど、はい、こういうのが連鎖倒産とかすると結構やばいんですね。いやーそうですよね、うん、で日本のバブルの時もね、吉田さんちっちゃくて覚えてないかもしれないけど、はい、木津信用金庫とか、ね、東京総和銀行だったっけな、うん、とかね、はい、それからね、あとあれ安全信用組合とかね、安全信用組合、安全信用組合危険だったんですよ実は。あと俺が安全じゃなかったんですよ。そうで俺がたびたびネタで出してるコスモ信用組合、コスモ信用、はい、こういうのがバババっていったの。いやー言ったんですけど、当時日本はまだこういうね、はい、銀行の破綻処理っていうことに慣れてなくて、ああなるほど、舗装船団方式で銀行絶対潰れないというふうにやってたから、はい、なんで不良債権処理のスキームなくて、もう結局ね完全救済だったの全員。そうなんですか。そう放漫経営したのに完全救済ってどういうことみたいな話で、チャイナこれやるかもしれないんですけど、はい、完全救済、はい、やったとすると結局放漫経営のツケ誰も払わないみたいな感じになるじゃん。そうですね、これモラルハザードになるわけですよ、はい、でさらに言うとその規模が日本なんかよりでっかいとすると、まあ、国家予算そっちに投入したりとか、はい、まあ場合によってはお金をすって注入ってことになると、まあ、インフレね、はい、チャイナも結構進んでる中結構シャレにならないし、はい、あと国家予算を投入すると、はい、今ほら台湾でなんか揉め事やってますけど軍事費大丈夫、はい、みたいな話にもなるかもしれないし、はい、結構大変なんですよ。なるほど。だからよくね、KK にですね、チャイナは強権発動できるからなんとかなるとか言うんだけど、どんな強権発動したらこれ収まるんだと。ね。いやもう収まらないですよね。ね。もう狂犬病の注射打てみたいな話ですよ。本当ですよね。本当に。はい、噛まれたらうつるぞみたいなゾンビみたいな狂犬病はねマジで怖いですよね。もうゾンビのパンデミックでも起こしてもう全部もうちょっとねもうアポカリプスですよ、はい、もうあの目次録みたいな世界にして全部生産するのかみたいなそんな話ですよ結構やばいんですよ。ああすごいですね。そうでそんな中ロックダウンだからみんな給料もないし、はい、ますます払えないでしょ。払えないですよね。物も作れないですし。そうそうそうだから、はい、その物作れないし工場も行けないし給料もらえないしでも住宅ローン払えと言ってくる。いや払えない払わないと金融機関に今度はちょっとまずいことが起こって、はい、ちょっとねチャイナ今揺れてるんですよね。いや危ないですね。そうで経済そんなやばいことになってるところにペロシがほら台湾まで来ちゃったもんだからでメンツに関わる問題まで起こっちゃって、はい、習近平軍事演習をやってしまってそうそうそう軍事演習ね、はい、まあペロシがいなくなってからねあの軍事演習やるというヘタレっぷりなんですけどね。いる間怖いですからね。そうアメリカを震え上がらせるとか言ってんだとペロシがいる時やればいいじゃんとか思うんですけど韓国に行ってもう絶対いませんって確認してからでその後しばらくしてからやるというですね、はい、意味わかんないですよね。単なる弱い者いじめみたいな感じになってますけどね。そうですね。ひどいですよね。台湾に対する弱い者いじめですよ。なんかあの柑橘類の輸入禁止とかさ、はい、またやってんですよ台湾に意地悪。やってますね。パイナップル買わねえとか。はい、日本で買えないんですかね、こう。あ、そうそう、また台湾パイナップル買いますかね、あれ美味しかったよね、すごいね、芯まで食べる。美味しいですよね。ただあれね、はい、内藤先生に聞いたら、なんかあんまりあれ、はい、なんか運ぶの大変で。え、そうなんですか。そう、なんかね、追熟しないんだっけな、確か、取った瞬間がもう一番売れてる状態なんで。で、なんか航空便で運ばなきゃいけないらしいんですよね。確か。あ、そうなんですね。船ではなんかね、船で持ってくるとなんかダメらしくて、だから結構コストかかるんで。いやそうそうそう大変なんですけどでもまあみんなで買いましょうね台湾パイナップルね。そうですね、はい、またみんなで美味しいパイなんじゃねえや台湾パイナップルを食べて台湾を応援しようみたいな感じでね、はい、いければと思うんですが、はい、じゃあ、ね、次のネタにね行く前にね吉田さんから重大なお知らせがありますよね。はい、はい、ぜひ皆さんいいね押してくださいね素晴らしい重大なお知らせがありました。いいね押してください。あとこちらですね。ご趣旨もご趣旨もよろしくお願いします。今吉田さんチャットで見てますよ皆さんのことね。よろしくお願いいたします。お待ちしてます。はい。じゃあ次のネタなんですけど、次のネタはですね、みんな大好きおトヨタ様でございます。はい、おトヨタ様。おトヨタ様のね決算出ました昨日ね。はい。おトヨタ様は4日2023年3月期の連結決算が前期比 17% 減の2兆3600億円になりそうだと、ねはい連結純利益ね2兆3600億円になりそうだと発表した従来予想は 21% 減の2兆2600億円を1000億円引き上げたと、想定為替レートを円安に見直す効果が出る、鉄やアルミといった原材料の高騰が重荷となり営業利益の見通しは 20% 減の2兆4000億円で据え置いたと。いうことなんですが、はい、まあおトヨタ様思ったより悪くなかったと。そうですね。良くなったんですね。そうですね。はい。はい、で、売上はですね、増えました。10% 増です。はい。従来の予想に比べて、売上はですね、1兆5000億円引き上げだそうです。はい、で想定レートはですね、1ドル130円と。いうことで、はいもともとですね1ドル115円でやってたみたいなんですが、15円もちょっと円安方向にね、変えたと、いうことです。でレクサスがですね970万台、前年実績を 13% 上回る。さすがおトヨタ様すごいですね。すごいですよ、はい、ということです。まあちょっとだから、まあ、思ったより減らなかったって意味での、まあサプライズなんですけど、はい、思ったより減らなかったっていう意味で良かったっていうちょっとひねった決算だったんですけど、まあ、とりあえず良かったですね。はい、そうですよね。はい。で、おトヨタ様の決算を受けてですね、株価も昨日はね、200円近く上がりましたしね、190円、はい。すごいことですよね。はい。ただね、チャイナでやっぱ車売れねえと。はい。うん。これはね、この日経の記事も書いてあって、22年4から6月期は原材料の高騰が重荷となった半導体不足やチャイナのロックダウンにより、トヨタレクサスブランドの四半期の生産台数が、前年同期比 6% 減の212万台だった、12万台だった点も利益を下押ししたと。まあ要はレクサスみたいな高級車の方がまあぶっちゃけぼったくれるので儲かりますっていう話ですね。はい、そうですね。まあそうですよね。はい、まあまあそんな感じです。で、はい、一応ね、そう子会社のダイハツとね日野自動車も含めた世界販売台数はですね、はい、8% 減だそうです。減ってしまったんですね。はい。まあただしですね同時期のフォルクスワーゲンが 22% 減。ゼネラルモータースが 19% 減ということなので、おトヨタ様減ったんですが 8% ですから、一桁で抑えられてよかったですね。さすがお豊田様。はい、さすがです。素晴らしいお豊田様。さすがです。さすがです。やっぱお豊田様違う。もう全然こんなフォルクスワーゲンとかね、そんなゼネラルモーター、そんな出回りの自転車メーカーとは違います。さすがですお豊田様。はい、すごいですね。8% になりました。はい。でね、世界シェアなんですけれども、アメリカでは 15%。でちょっと下がったそうです。はい。で、アメリカのですね、GM がですね、一応アメリカの販売台数は首位に、なってしまったそうです。なるほど。はい。ちょっと下がりました。あと、まあ、現地生産とかですね、輸入がちょっと鈍ったということですね。で、はい、日本でもね、ちょっとシェアが下がって 31.1%。まあ、それでもね、でもすごいですね、30% を超えてるのが。はい。まあ、ただね、この決算にね、トヨタの株価はですね、4% 値下がりしたそうですね。はい、まあやっぱあんま良くなかったということになっちゃうのかな。はい、まあこんな感じでですね、まあいろんな方がまあこれにコメントをしているんですけれども、まあお豊田様ですからね、はい、コメントするなんてそんな恐ろしいことは私にはできません。そうですね。こういう結論であればこれしかなかったんです。はい、ということで、はい、まあでもその輸出産業ね、円安でまあ追い風の部分とね、それがまあ原材料費の高騰でね。利益が圧迫されているという面とね、いろいろあるんですけど、まあやっぱりね、はい、まあインフレがね。各国進んでますので、まあ、価格転嫁をどうやっていくかというところがポイントですね。そうですね。うん、でね、自動車の価格ってどう決まるかというとね、はい、これ実はマーケットイン価格と言いまして、はい、各国でね、これ実は相場があるんですもん。自動車だいたいいくらぐらいと。そうなんですか。うん、大衆車これぐらい、高級車これぐらいっていうのがあって、でそのまあ、はい、ざっくりしたこのプライスレンジの中でどこにこうポジショニングするかっていうことしかやってないんですよ。はい、ああ、勝手に急に高くもできないんですね。じゃないんです。だからよくね、その円安になるとね、自動車会社は売り上げが増えるんじゃないかって思う人多いと思うんですけど、はい、確かにその、まあ、ドルベースで見たら売り上げが増えるんですけど、同じようにほら、だって仕入れだって増えちゃうからさ。ね。あ、そうですね。そうそう。ポイントはね、利益なんですよ。はい。はい、で、割とマーケットインの価格で決まってるので、例えば日本で500万円の車がアメリカに行って円安だから安く売れるとかじゃなくて、アメリカはもともとアメリカの何ドルっていうので売り上げ決まってんの。価格。なるほど。はい。で、むしろその日本に持って帰ってくる時の利益が増えるっていうような感じ。これ実は飯田康之先生に俺昔教えてもらったんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう。実はだから売り上げっていうか、だから値段を下げたりとかするんじゃないと。日本で500万円で売ってる車をアメリカ持ってって、はい、例えばまあね、30% 円安になったから3割引きにして売るんじゃなくて、はい、そのまんまのアメリカの価格で売って利益がボーンと増える感じになるんですよと。いうことなんですね。ああ、なるほど。そうだったんですね。そうそうそう。で、今回はだからまあこれね、トヨタはですね、円安になってちょっと利益増えたんですよね。はい、ちょっとね、ちょっと増えたんですけど、でもちょっとあんまなんていうんですか、販売台数自体が 8% 減ってしまったんで、そうですね。そうそう、はい、売上自体がまあ全体ね、世界的なこう需要のちょっと落ち込みみたいなのの影響を受けて、まあその売上自体が減ってしまったんで、はい、まあ利益もその分圧迫されたと、まあいうような感じですかね。はい、はい、なるほど、そうだったんですね、はい、知らなかったです。そうなんです。なんでまあ原油価格が下がったりとかね、それからいろいろこう逼迫しているね資源のねこの輸入が。はい、まあまあ、戦争終わったりとかな、病気が終わったりとか本当は必要なんだけど、根本的にはね、はい、まあ、ある程度緩むとまた調子よくなって、でまた厳しくなると、まあ、ギュッとなってという感じですかね。はい、まあ今繰り返すんですかね。繰り返すんです。でロシアウクライナで戦争やってますけど、この間アゼルバイジャンがねまたアルメニア攻撃したりとか、ああ、ありましたね。はい。で台湾海峡ではねもう大緊張があったりとか、まあ、なかなかですね、ちょっとこの戦争の方も終わらないし。ね、BA.5 もね、バーンとなってね、もう本当に、吉田さんもね、本当にね、やんごとなき事情で、大変でね、なかなか世界が正常化しないんですけど、まあとにかくこういう苦しい中ね、まあ全然お豊田様なんて低空飛行じゃないですけど、まあ自分らみたいな低空飛行を続けながらね、まあどっかのタイミングでバーンとこうね、すべてがこう上昇気流バーンと吹くときに、ね、飛んでれば、ね、上に上がれると。ね、そうですね。はい。はい、私が書いた金持ちになるための固有理論に書いておきましたけどね。こういう時が一番大事。低くてもいいんですよね。飛んでれば。ちょっとでも低くてもいいから、とにかく飛んでること。一個でもいいからなんかネタ、はい、飛んでることっていうのはすごい大事だなと、はい、いうことで、実はもうこれ昨日動画で解禁したんですけれども、はい、西麻布にサウナやります。すごーい。はい、できたんですか。貸し切りサブスクサウナです。はい。もうほぼ工事終わりました。すごいです。はい、で、プレオープンをですね、お盆明けぐらいにプレオープンをしてですね、はい、一般の方は10月からご利用いただけるようになると思います。あ、すごいですね。はい、楽しみです、はい。お店の名前はね、サウナーズハイというお店でございます。ダウナーズハイ、はい、37ERズハイって書くんですけど、サウナーズハイというお店でございますので、よかったら皆さんね、はい、整いたい人はぜひね、はい、西麻布のお店に来ていただく。これちょっとね、西麻布うまくいったら割とちょっと全国展開はちょっとまあ大げさですけど、まあとりあえず首都圏展開していこうかなと思ってますので、はい、まあこういうぐちゃぐちゃやってる時こそね、このおトヨタ様のねこの姿を見てね、俺たちも頑張るんです、はい、おトヨタ様っていう感じでね行きたいなと、はい、そうですね、はい、そんなふうに思ってます。ということでもう時間になっちゃいました。はい、はい、皆さんこれこれやったこれこれやったら大丈夫、お願いしますね。はい。ということで、これをね、はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。来週はね、多分吉田さんスタジオの方にねお越しいただけるかなと。あ、もう全然大丈夫です。来週は。はい、大丈夫と思いますので、来週皆さんぜひご期待ください。ということで、今週の情熱ラダムスフライデーこの辺で終わりにします。さようなら。ガオー。